おはようございます。今日はサボンさんの YouTube 動画撮影でホテルにやってきました。今からヘアメイクしたいと思います。ダリオチャンネル準備完了しました。最初はベッドで寝起きのシーンなので早速行ってきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。使いました。めっちゃ良かった。嬉しい。感動しました。本当ですか。嬉しい。今度10周年の映像。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。大丈夫ね。あ、大丈夫そうですか。はい、ね、聞くと思うんですけども、そういう植物性油。はい。まずよろしくお願いいたします。お願いします。お部屋が、ね、縦長なんですよ。あ、こっちに。そうなんです。こちらです。褒めてくださるので私もとても楽しくできました。クリア難なくクリア。なんだろう、みんながやりたいことをすぐやって早くクリアできるようにしてます。ダリオチャンネル。今髪型をお団子に変えました。今から顔を洗うシーンなので、ちょっとおでこを出して撮影に挑みたいと思います。できます。はい、お願いします。何してたらいいか分からないですよね。カメラが顔を洗う、顔を洗うから切らないで。あ、じゃあそれを別個で撮るんですか。あ、わかりました。カットカットで撮ります。結構ナチュラルに自分の感想を言えば良さそうなので、普段から私に使わせていただいているので、とてもやりやすそうです。ダリオチャンネル。今とりあえず使用カットが終わったので、次はメイクチェンジして、で普段のメイクにして、最後のカットの撮影です。ダリオチャンネル。今からラストカットです。着替えてきました。行ってきます。ちょっと、はい、
レースケアでリフレッシュして綺麗にメイクも完成しました。それではお仕事に行ってきます。じゃあ以上で。あれこれはいいですね。ラストがこんな早いの。びっくりしちゃった。終わりです。こちらさん終わりです。お疲れ様です。ありがとうございます。すごい大きい。ありがとうございます。すごい可愛いかった。あとギフトも。そしてまたすごいすごい出しちゃおう。すごいサポートセットだ。いただきました。イエーイ。嘘。こちらさん10周年おめでとうございます。びっくりしちゃった。なんかまだなんか残ってんのかな。そうそうそう。わあ、めちゃめちゃすごい。こんなの初めてなんですけど。すごいマジで。あれどこ見ればいいか。お母ちゃんがお祝いに来てよかったです。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。ダーリオチャンネル、お疲れ様でした。いや、全部撮影が無事に終了しました。最後にすごい素敵なお花とサボンの商品もいっぱいいただけて、まさかあの10周年お祝いしていただき、ケーキを用意してくださって、めちゃめちゃスタッフさんの愛を感じました。とてもとても嬉しかったです。結構素だったので、撮影の合間とかちょっとしたこうセッティングの間の待ち時間とか、あ、自分ってこういう時めっちゃ素の顔いつもしてるけど、なんか大丈夫かなって思いながら一日が終わりましたね。大丈夫だったかな。フェイスポリッシュは実は本当にお家で使っていて、まあ、朝も夜もどっちでも使えるんですけれど、スクラブって確かに肌になんかちょっとなんだろう、強いイメージがあったんですけど、今回のこのフェイスポリッシュはめちゃめちゃ優しくって、ふわふわして気持ちいいので、ハマって結構毎日使っています。今回は広告の動画だったんですけれど、私本当におすすめできる商品だったので嬉しかったですし、感想も言いやすかったです。スタッフの皆さんが皆さん優しかったので、もう最初から最後までこうスムーズにいったかなとは思うんですけど、あの感想は言うシーンだったりとか、あの製品の説明をするシーンは、あのどういう風に言ったら伝わるかなとか、あと本当に洗顔したりとかつけるシーンが続けてあったので、うまく見せるのはとても難しかったです。今回幕張のホテルで撮ったんですけど、ホテルの洗面所が本当になんか素敵すぎて、で朝の光もすごい気持ちがよくって、とてもおしゃれになんかモーニングルーティーンみたいな感じで撮れたんじゃないかなと思うので、その爽やかさに注目してほしいです。見ていただいてありがとうございました。これからもダーリオチャンネルよろしくお願いします。バイバイ。